ローソンのトリから醤油の栄養価についてカロリーや炭水化物の量の紹介です。1本あたりエネルギー340キロカロリー、タンパク質 21.6g、 脂質 21.6g、 炭水化物 14.4g、ナトリウム 1248mg、 炭水化物 14.4g はフライドチキン類としては並な量だ。タンパク質 21.6g は優秀だろう。発売当初は美味しい気がしたのですけど、何年も経過すると味が違和感感じるものになってきている。唐揚げ店のと比較すると、ローソンの鶏からは肉まできちんと醤油の味は浸透している感じはしたけど、決して肉がうまいわけではないので味はいまいち。衣に関しても一時期よりもサクッとしたものではなくなってきた気がする。